こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチムーと申します。今日はあいにくの雨なんだけど、家族で散歩に出ている。ここは南山地区と呼ばれるところで、旧日本人住宅街。消えゆく大連の古き町並みをご覧ください。あれ、事故があったみたい。後ろのバンパーが落ちてるんだけど、前も衝突している。どんな事故だったんだろう。想像つかないや。雨の日は特に注意しないとね。これまたすごく立派な建物だね。モダンな感じが素敵。この辺一帯が日本人住宅街となっていた当時は、大連に日本人が10万人とも20万人いたとも言われている。2000年を過ぎたぐらいの頃にこの地域の復元的な話が出て整備し始めたみたい。きれいにしすぎちゃうんだよね。確かに建物は老朽化していただろうし、そのまま残すのは難しかったのかもしれないけど、多くは取り壊された。そして昔の家を真似たつもりだろうが、近代化しすぎた立派な家に建て替えられてしまい、味わいがなくなった。もちろん全てが建て直されたわけではなく、一部は修理だけで当時のまま残したみたいなんだけど、それもごくわずか。南山日本風情街と観光地化させたけど、人はまばら。あ、最近ニュースになっていた京都の街並みをイメージして作った大連日本風情街と、ここは別のところです。あちらは大連錦秋区の方に作られたテーマパークで、こちらは大連市内にある。全然違うとこなのでご注意を。ここが一応メイン広場。家じゃない。こんなところにバイキングの小峠さん。樱花红了吗？那我给。嗯。假的吧？假的。说错了吧？那你。错了。去那个霓虹路看一下吗？可能没给的话，那得说。日本料理屋さんもあるみたい。200多。一人約5000円で日本料理&フレンチ鉄板焼きの食べ放題。うん、和服着てたね。ちょっと地図を。本来的地方，哎，不对，那儿哪儿哪儿，咱还没过去。
もう少し可愛く作れなかったのかな。向こうは行ったことないな。どこ？向こう。行くよ行くよ行くよ。今どこ場所？え？今はここでしょ？ああ。あ、なんだ。あ、広い。この家は1930年代に建てられたみたい。およそ90年前だね。ここは当時の匂いが残った建物だね。イチョウの木、銀なんだよ。銀なんで。この中ね、種ね。うん。可能小鸡也好看。听他们说这玩意儿是臭的。そう、臭いね。而且你没发现呢，就它不招虫子，你看看。嗯。无锡么那一些。嗯。你看这个多有风情，人家臭啊。一軒家じゃないけど、すごく気になる建物がある。これ昔でしょ。いや、でも人住んでんじゃん。この門構えは当時そのままだろうね。この辺の作りもとてもしっかりしていて、日本人の性格が出ているって感じるのは僕だけかな。この家も古そうだね。あれ、これもシソじゃない？シソ、シソじゃない？当時住んでいた人が植えたものが今も季節が来るたびに芽を出しているのだろうか。
知道了，卖东西的就那些店儿。下雨都不拿出来了，是吗？何もなくてつまんないでしょ。何もねえけどね。歩くだけ。歩く。ここ気をつけてね。確かに息子にとっては何の面白みもない散歩かも。野生的な二人が花を食べ出した。甘い蜜を吸ってるみたい。昔はここに表札があったんだろうな。中国には表札をつける習慣がないからね。可愛らしいパトカー、子供の頃遊んだチョロQみたい。走，回家吧。完了。時代に合わせ変われる人が褒めたたえられる。でも変わらないでいることも、それはそれですごいことだと思う。